はい、今回はですね JFK の3人を揃えましたので、その3人でプレイしていきたいなと思います。ちなみに3人ともツイッターに画像データ貼ってますので、使いたいという方はそちらからよろしくお願いします。はい、まずは J のジェフ・ウィリアムスからですね。はい、能力こんな感じです。フォームはスペシャルサイドスロー1番になっています。まあ、これはツイッターではもうすでに配ってますね。はい、まあ、能力的には2007年あたりを、基準に作っています。まあ、とにかくスライダーですよね。もうサイドスローからのこのスライダーは、まあ、特にリアル軌道だとえぐい曲がりしますね。はい、まあ、この後やっていきます。続いてが F の藤川球児投手ですね。まあ、こちらプロ野球スピリッツ5の能力を参考に作っています。まあ、これも以前の動画で使った能力になります。で、まあ、今回はこの藤川投手を抑えにしたバージョンで作ってます。まあ、KJF の時代ですかね。はい、はい、最後が K 久保田智之投手です。フォームはスペシャルオーバースロー5番ですね。はい、で今回この久保田投手は初出しですね。まあ、この能力は90試合登板の時のイメージで作ってます。なので、まあ、疲労回復はもう S98 です。で、まあ、スタミナもね、過去作でも B 行ってたんで、まあ、B にしましたね。中継ぎで100イニング以上投げてるんでね。で、このね、縦カットのところが意外とね、シリーズによっては縦スラとかフォークだったりしたんですけど、まあ、一応プロスピエースで縦カットだったので縦カットにしたという感じになっております。はい、じゃあこれでプレイしていきましょう。はい、じゃあ7回からですね、久保田投手からいきたいと思います。まあ、最初はね JFK の順番だったみたいなんですけど、結構ねバラバラになったみたいですね後半は。まあ、まずはまっすぐから。お、届くか。おお、マルテナイスキャッチ。今のちょっと届くと思わなかったな。リプレイ見ましょう。これはおお、素晴らしい。はい、はい、じゃあ、まあ、切り取り直してマルテもいいけど、これはサード、おっと、やばい、2球でツーアウト、すぐ終わっちゃうぞこれは。バッターボックスには5番マーティン、高速スライダー、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。縦カット、うん、そうですね、150キロ、あとまあフォーク、ケイ三者凡退。スリーアウトチェンジ。この回、お、バルーン三者凡退です。こんな演出あったの。大量リードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブンタイガースの攻撃に。さあ、8回はジェフ・ウィリアムスでいきます。一方タイガースはピッチャーが変わります。ウィリアムス4番手としてマウンドに上がります。さてここは、まあ、まずは右バッターか。そうですね、引っ張るバッターなんでインコースをうまく使ってファールでカウントを稼ぎたいですね。なるほど、そうですか。ボールになります。制球がね難しいんですよね。まあ、特にリアル軌道だとね。いいですよね。はい、ストレート、オッケー、ナイスボール。外から入ってくるバージョンと内に食い込むバージョン。小宮山さん、この展開でサークルチェンジもね、一応点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね、まあ、これも一応投げるみたいですね。ツーアウトです。左バッターが1回も来ないんですけど。今日はまだ当たりがありません。あ、やばい、これは大きい、伸びていく、オッケー、よし、じゃあとはラスト1イニング。この回マリーン、さあ最後 F いきますよ。守護神の登板ということになりました。守護神、最後を締めるのはもちろんこの人です。タイガースの守護神藤川。タイガースの守護神藤川、まあ今も現役バリバリですけどね。すごいですね、でもあれからまだ第一線でやってるというね。まあ、なんといってもこのストレートですね。何から入ってくるか。初球は際どいところに来ました。僕ちょっと生で全盛期の頃ね見たことあるんですけど、どういったタイプのバッターでしょうか。やっぱすごかったですね、伸びが。普通ならギュンみたいな。ボール気味の球も見極めてきますからね。なんか本当ね、そうですか、上に上がってる感じしましたね。センターっていった。おっとこれは面白い当たりになった。はい、ワンアウト。ワンアウト。日本一の栄誉を手に。さあ、日本一になれるのか。バッター荻野。今日は3つのフォアボールを選んでいます。まあ、この頃スプリット C ですけど、
もう今現在 A なんでね、まだ進化しているというね。はい、三振。さああと1人、2番バッター鈴木、鈴木大地。最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。まあ、最後ちょっとストレートで決めたいですね。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね。うん、振らないか。締めてもらいたいですね。はい。さあ最後のバッター。おっと。このフライはどうだ。打たれた。シンプルに打たれた。まあ点差はあるんでね。落ち着いていきましょう。今日はまだ当たりがありません。よし。ヒットでランナーを一塁に置いています。外への。いやーここストレート欲しかった。最後はまっすぐでしょう。オッケー、まあ、見逃しだけども三振。はい、ということで見事日本一、日本一になりました。おめでとうございます。めでたしめでたし。はい、じゃあ最後ですね、ペナントの方の成績見ていきたいなと思います。まあ5位になってしまいました。3人とも入れてますけどね。じゃあまずですね、ウィリアムス左投げ右打ちなんですね。62試合1勝1敗47ホールドポイント、61回3分の1、77奪三振 1.03、 素晴らしい。最優秀中継ぎ取ってますね。はい、素晴らしいです。じゃあ続いて K さん、69試合4勝5敗43ホールドポイント、67回68奪三振、防御率 1.34、 そこまで酷使されなかったですね。よかったです。ただタイトルは特になし、まあ、こちらも素晴らしい中継ぎですね。はい、じゃあ最後藤川投手を抑えにしてます。60試合0勝2敗37セーブ18ホールドポイント、58回3分の1、68打三振、防御率 0.46、 防御率0点台出ましたね。ただタイトルはまあないと。まあ実際0点台の年もあったんでね、まあこんぐらいでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあこちらの3選手すべてツイッターに画像データ載せてますので、使いたいという方はそちらからよろしくお願いします。はい、今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。